会場の皆さん、こんにちは。こんにちは。埼玉県新座市からやってまいりました群青です。群青です。震災から1年半が過ぎようとしています。今回この踊りを通して震災に対する恐怖や悲しみに下を向かず、笑顔と絆で一歩一歩前へ進んでいく人間の力強さを今回皆様に感じてもらえればと思っております。この踊りが終わった後、一人でも多くの笑顔の花がこの会場に咲きますよう、群青らしく美しく演じていきたいと思います。どうかご声援のほどよろしくお願いします。では参ります。未来ある子どもたちのために復興の願いを込めて、いざ群青せい。悲しみに包まれた絶望を味わったあの日、もう誰も悲しませない、もう一度笑顔になるために、さあ全てを取り戻すため、そして未来ある子供たちのために、
ありがとうございました。群青の皆さんです。